あの、伊波大使なんですけど大使がさ、ある日知らない番号から電話がかかってきたんだって。おそしてそれを取ったら、仕事か何かかなと思ったら、伊波さんですかって、すいません何々ですけど今沖縄に来てて、うん、今日ってお時間ありますかって来たから、うん、あ、夕方ならって言って、あ、じゃあ一緒に食事でもどうですかって言って、その方うるま市まで来るって言って、はい、うるま市の緑町で3時間飲んだんだって一緒に、この方と、うん、おうおう、全然誰か分からない全然だよ、誰か分からないままバイバイしたって確かめてないんだ、分かんって、いや、こうなっていくのかしらなんか、いや、あれ年下やで、僕たちより、そうだよ、3時間飲めてるか誰とでも仲良くなれるっていうことですね。ウケ、ね、る、すごいっしょ。3時間一緒に過ごして、うん、で飲んで、まあ、会話もするわけよね、うんうん、乾杯も何回もして、うん、2人っきりだからね。え、マンツーで、うん、え、で、分かんなかったの？全然分からないって。お名前もじゃあ聞けないよね。まあ、名前は聞いても分かんないんだ。聞いてるけど分からないし何のつながりかも、誰かも分からないって。誰だったの？でも3時間飲めたって、一緒に飲んで番号も知ってるってことだよね。そう、ってことはなんか名刺交換かなんかしてるのかもしれないよね。不思議。それも飲み会のバトン。でもこうやって笑いながらもう笑えないっていう自分もいるよね。いや、マリはリンタロウさんありそうだよ。ありそうだよ。ありそう。私もなんか自分、あ、なんか私もありそうなんだこんなことして。ありそう。ありそうですよね。うん、はあ、そっか、大事。な、楽しく過ごせばいいってことですね、そういう時は。楽しかったって、ただ誰かは分からないって楽しかった、楽しかったじゃあよかった、いい話、うん